はい、てなわけで新年明けましておめでとうございます。オーストラリアではね、元旦からバーベキューします。あんな感じ。はい、なんとこの鉄板がね、公園中にありまして、これがあのただフリーなのよ。ただで使えます。もうそこら中にこういうのがあるんで、どこでもバーベキューみんなしている感じね。タイムリミットが2時間ってことなので、2時間は無料で使えるっぽいね。で、オーストラリアでは男の人がね、料理します。焼き鳥みたいなやつとオージービーフ、あとウィンナーで、使った後は綺麗に洗うっていうね。こんなタトゥーの入った人でもちゃんと洗うよ。ジャパニーズ焼き鳥、yeah.